移住フェリー月から来た EGSP 聞こえますかこちら MGF1 です入港許可を願いますどうぞ MGF1 お帰りなさい入港を許可しますのでレーンへ進んでくださいどうぞ EGSP ただいま入港レーンに入ります月土産をたくさん積んできましたどうぞ MGF1 ありがとう月土産地球のみんなが楽しみに待ってますよどうぞ EGSP それは嬉しい お待たせした分、喜んでもらえると思います。どうぞ。MGF-1、そうですね。着工予定時刻まで、あと10分です。それでは後ほど、どうぞ。EGSP、ラジャー、通信終了。銀色に輝くスキー銃フェリー、ムーンガザ号が、クジラのような巨体を滑らせ、アースガザゲートウェイの突端に位置する中港へ、ゆっくりと吸い込まれてゆく。港口から伸びる赤色ビーム港は、船体を確実に捉え、 着工シークエンスを静かに大人びする。積み荷は1000トン。すべてコペルニクスクレーターで採取された貴重な資源類だ。大半は岩石と金属であり、その成分は地球でよく見慣れたものがほとんどだが、一部、希少価値が極めて高いものも含まれている。コペルニシウム。元素記号 CN。原子番号112。合成元素として長く認識されてきたその存在が、 月面ドーム直下の地下空間開発で掘作された岩石からも発見されたのだ。非常に脆く、地球では生産しにくいため、性質は基本要素しか解明されておらず、未知数。その名は確かに、地動説を定式化したニコラウス・コペルニクスから取られていたが、まさか、コペルニクスクレーターから自然採取されるとは、奇跡である。局長、お久しぶりです。予定通りに帰還いたしました。乗客も罪にも、 無事です。お帰りなさい。何事もなくてよかったわ。体調はどうはい。問題ありません。強いて言えば、もう少しゆっくり、月を散歩したかったな。ふふ。そうよね。あなたの趣味は、ハイキングと物資キャンプだもの。ああ。ムーン株でクレーターの外苑まで走って、のんびりと一泊したいよ。素敵。その時は、私もご一緒するわ。 まるでツーリングね。ムーンガザ号の船長と月移住管理局長は、リラックスした雰囲気の中、業務報告を終えた。客席数70、積載流1000トンの新造船は、今回が初フライトだったが、精鋭4名で構成された運航チームは、AI たちによる気の利いた手助けもあり、完璧に往復した。3年間の月任務を終え、帰路についていた28名の中流スタッフも、 家族や恋人と久しぶりの再会を果たし、柔らかい表情で見上げ話に花を咲かせている。船長と局長はオフィスを出ると、長い廊下の先にあるホールへ向かって歩き出した。ホールは満員をね、本格的な移住開始と気象資源の情報を発する取材陣でごった返している。報告会見は世界中へ生配信され、罰尾には専門家や子供たちとの質疑応答タイムもある。記念すべきこの会見は、 未来においても、マイルストーンとして語り継がれることになるだろう。二人は、揃ってホールの扉へ手をかけ、強く押した。さあ、ショーが始まる。ME13 年4月1日、アースがザ・スペースポート。